いからガブッとかぶりついてみたかった夢、その夢叶えます。まず原始人の骨付き肉の骨はこれを使います。じゃーん、ごぼうです。ごぼうを骨に見立ててお肉を作りたいと思います。まずはごぼうを22センチに切ります。ほら、もう骨に見えますよね。これを2本用意します。そしたらごぼうが乗るくらいのお皿にごぼうを乗せて、お水を振りかけてふんわりとラップをします。ラップをしたら600ワットで3分、柔らかくなるまで加熱します。そしたらいよいよ成形します。まずは鶏肉を広げます。そして中央に先ほどのごぼうを置いて鶏肉に巻きつけます。キュッキュッキュッ、巻き終わりをつまようじを刺して止めます。縫うのは難しいので斜めに刺すといいですよ。そしたら中央にタコ糸で縛ってくびれを作ります。ごぼうを骨に見立てたからごぼうごと食べれるって嬉しいですよね。そして端っこを中に入れて、はい、原始人の骨付き肉の出来上がりです。もう一個も同じように作ります。それでは焼いていきます。まずは強火で熱します。スマイルで止めた巻き終わりを下にして乗せます。鶏肉から結構油が出るので油を入れなくて大丈夫です。パチパチしてきたらフライパンが温まった証拠なので中火にして蓋をして3分蒸し焼きします。3分経ちました。こじめしっかりとくっついてるでしょうか。バッチリです。ひっくり返します。そしたらもう3分焼きます。やってしまった。鶏肉に塩を揉み込むの忘れた。後からちょっと塩振りかけて焼きたいと思います。皆さんは気をつけてください。そしたら3分蒸し焼きします。3分経ちました。いい焼き色ついたんですけど、こじめを下にしてもう一度蓋をして弱火で10分以上蒸し焼きします。中までしっかりと火を通すことでごぼうから離れなくなります。10分経ちました。12分ですね、経ちました。中までしっかり火通ってます。ギュッとお肉がギュッとごぼうにくっついてます。そしたらあとは一旦取り出して残った肉汁で絶品ソース作りますよ。まずはおろしにんにく、醤油、砂糖、最後にじゃーん、カレー粉を入れると一発でワイルドな原始人みたいな味になるんですよ。やってみてください。そしたら一旦火にかけます。煮詰まってきたらお肉を戻すんですけど、タコ糸と爪楊枝を抜いて取っちゃってからタレに絡めます。ほら、もうしっかり焼き固めてるから全然剥がれませんよ。ほら、絡めたらいい色。盛り付けて一度食べたらやみつきです。原始人のお肉の完成。おお、これ原始人すげえ。原始人、あ、これごぼうになってんじゃん。骨の代わりにごぼうで全部食べれるようにしました。かっぽいね。いきます。タレつけて、タレよくつけて、いきます。はい、どうぞ。うん、おいしい。うん、やっばくね、これ。うん、うーん、まっ。なんか、ソースが、ちょっとカレーっぽい。そう、よく気づいたね。でも、カレーの味する？しない。スパイシーでさ、うん、ワイルドな味になってない？やみつきになるでしょ。肉柔らかい。うまっ。よくこれごぼうに負けたよね。すごいこれ完璧だね。うめえ。これ食べてみて。柔らかくて食べやすい。うん、いいでしょ。うん、これ絶対作った方がいいね。うん、絶対作った方がいい。これバカうまい。ついに落ちました。YouTubeのチャンネル登録